スノーマン目黒蓮、海の始まりで経験したことない感情、演じる難しさ語る、愛しい人を見る目だったり。スノーマンの目黒蓮が、美容家放送のフジテレビ系僕らの時代、毎週日曜7時に出演。役者の難しさについて語った。目黒蓮、役者の難しさとはこの日、同局系月9ドラマ、海の始まり、毎週月曜夜9時、野村瀬健プロデューサーと、主題歌を担当するバックナンバーの清水伊織とトークした目黒。ドラマ作りや曲作りの発想について話題が上がると、目黒は、お芝居だけで言うと、やっぱり自分が経験してきた感情じゃないものをたまにやっぱり表現しなくちゃいけない時とかあって。それが難しいなとと役者として演技をする上での難しさを口に、だからこそやっぱり自分の経験ってすごい大事なんだなって。愛しい人を見る目だったりとか、自分がいろいろ経験してきていないとそれってやっぱなかなか表現しづらいと、経験が演技の元になると説明した。